ドゥルドゥルさあ始まりました世界地元発見世界地元っておかしいな。皆さんこんばんは。地元不思議発見、今回司会を務めさせていただくのは、草野みそじです、よろしくお願いします。ゆで卵エイジでございます。あざわる石井でございます。で、柳井頑固でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ最近もうやばいこといっぱいありますけども、いやいや、まあ今日はね、地元の豊かな気持ちを、に浸っていただければなと思います。いや、いいですね。わかりました。はい、それではね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ地元に関するクイズがね、はいはい、答えていただいて、はい、まあまあ誰の地元、まあまあまあ、それまあもういいですから。細かいことはいっちゃん大丈夫。それではもうね、やばい、ナイクイットパスエバーウィズワールドドリーム。それでは VTR スタート。皆さんこんにちは、滋賀を愛する男、地元博士の修士花ちゃんです。というわけで皆さん、今回はですね、私の地元滋賀県に来ております。今回はですね、私の地元滋賀県に関するクイズをね、出しますので、それに答えてください。題して、地元不思議発見です。あれ、何あれ、何あれ、何あれ、構造物、構造物、素晴らしい、何あれ、何あれ、何あれ、あの橋、何あれ。あれはですね、琵琶湖大橋というね、西と東をつなぐ大事な架け橋となっておるもんです。まあ、あの橋にはですね、トリックがありまして、実はあの橋を渡るとですね、何やらすごいことが起こります。あの琵琶湖大橋を通過するときに、ある事象が起こります。その事象とは何でしょうか。というわけで第1問、はい、琵琶湖大橋に関するクイズです。はい、はい、橋を渡るときに起こる事象、これをお答えください。はい、これはね、多分皆さんでも通ったことあると思うんですけどね、琵琶湖大橋。ここは間違いなくありますね。あ、ラザール氏が調べてる。いや、ちょっとこれ、あの携帯でした。おい、歴史的事象についてちょっと、まあ、知見が浅かったので、これには関係ないでございます。次やったら奪うね。次やったら奪うね。じゃあまずじゃあキムイさん、はい、じゃあゆで卵、ゆで卵さんね。ラザールキムイさん、違います。ゆで卵さん、まあいいです。ドン。足の端の部分で電気分解が起きてる。あれを電極とみなした。あー、確かに。じゃあ次、はい、スンさん、今回はこちらです。はい、大友の王子の亡霊が出てくる。はい、いや、あるんですよ、中野親の王子との息子ですね。あ、息子。彼は確か滋賀県ら辺で戦死したんで。頑固さん、車で通ればメロディーが聞こえてくる。ほお、斬新な発想ですね。これじゃないですか。なんでそうなったかはちょっと分かんないんですよ。こんなんあった気がするんですよ。電気分解がしてる音ではないですか。あ、金属がちょっと溶けたりしてる。はい、それでは正解はこちらです。はい、はい、というわけでお嬢ちゃんお坊ちゃんたち、よく聞いてくださいね。今から橋を渡ります。よく聞いておいてください。一度しか音楽は流れません。もう答え言うてない。リスニングではありませんからね、皆さん、二度は流れませんよ。よく聞いておいてくださいね、お嬢ちゃんおばあちゃんたち。いきますよ。あ、ここから、スタート。ということで、正解は、琵琶湖周航の歌が地面から聞こえるでした。はい、おーい、ガンコさん、おめでとうございます。というわけで、ガンコさんからカエルくん人形をプレゼント。はい、次の問題に行ってみましょう。はい、次はこちらです。お、なにこれ、いつ目か階段を登っていました。なにあれ、なにあれ、すごいな、これ。大きな社が佇んでおります。ちょっと行ってみましょう。実はですね、なんとこの近江神宮、ある、文明というか戦いの聖地として知られておることが知られております。さあ問題です。その行いとは何でしょうか。ここだけちゃんとしてる。ここだけちゃんとしてるだけで、これ普通に
興味深いけどね。そうですね、普通に興味深い。ちゃんと問題作ってきたんですね。そんな問題ですね。まあ、ヒントとしてはですね、あ、はい、ある人気漫画に取り上げられている。あー、あー、はい、まずは、じゃあスンさん。はい、やっぱりね、神宮といえば、はい、まあ、最近話題の、はい、こちらでございます、口亀酒でございます。おー、あー、なるほど、なるほど。キムさん。はい、僕の答えはこれですね、キオスカイです。とはとはとは僕もあんまり分かってないんですけども、うん、はい、うん、なぜ書いた。じゃあもう弁護さん、じゃあ頑固さん、歴史的な話があったんで、多分ね、こういうことを し,、うん、なんやしてる伝統があるんじゃないかと、はい、これです、千箱機で歯磨きする。千箱機で歯磨きする。第1問でめっちゃマシに答えたのに。絶対合ってると思ってるんだけど、予想だけした。で、そんな風に出てくるか思いませんでした。絶対一番近い俺行きましょう。はい、それでは答えどうぞ。はい、というわけで正解はこちら。ででん、カルタの聖地大津ということで、正解はですね、カルタでございました。はい、はい、全員ボッシュと。でででで、ちはやふるの漫画持ってますもんね。そうなんです。ああ、確かに。私、受験期ね、あの、ちはやふるにドハマりしまして。はいはいはい。続いての問題です。はい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 、というわけで、金属アルミニウムの鉄花ちゃんです。ということで、皆さん、こちらにですね、おびただしいほどの柵、鉄椎が、刺さっていると思います。ですが、これ、柵のように見えますけども、音が鳴るんです。おー。しかもこれ、音が違うんですね。これ、あるメロディーになっております。その作品名は何でしょうか。これが問題です。シンキングタイムスタート。作品どっち来たんだ。どっち来たんだ。曲がもうその作品名の曲なんですよ、ね、ああなるほど。はいはい、誰しもが知っている。ああ僕でも知ってるっていうのっていうのがヒントです。っていうのがヒント。なるほど。なんで、まあ、あとはジブリか。やっぱジブリかな。はい、石井さん。はい、こちらです。海の見える街、魔女の宅急便です。おお。どういう音か、どういう。タタン、タタン、タタン、タタタン。あーあ、結構これ近いんじゃないかなっていう。問題は、滋賀県より見えないってことなんですよ。そうなんです。気づきましたかー。デンコさん、ガンコさん。とりあえず、これでいっときます、一旦。おお。それどういうメロディーで。わかんないですよ。大分姫メロディ知らない。僕の会社はですね、ファイラーなんですけども、カントリーロードです。あー、テイクミホームってやつ。はい。タンタンタン。あれって何のジブリなんですか。耳を澄ませばです。あー、はいはいはい。そうですね。それがまずわからない。それでは正解 VTR どうぞ。はい。トトロや。あはー、はい、ということで正解はニアオブトトロでした。はい、というわけで全員ボッシュトロー。じゃあ次の問題です。はいはいはい。これ何、これでっかい構造物や。何これ。高校や。プリプリの巨高校や。はい、というわけでですね、こちらは私の母校でございます。この高校ではですね、自主自立の精神を持って、社会に貢献しようというね、そういうような意味の校訓が、掲げられております。それ当てろって言われた新聞です。今から皆さんに問題です。私の母校の校訓は〇〇義力です。何でしょうか。あ、そこはちょっとヒントくれない。二つ熟語が並んでるわけです。はいはい。力、まだ自主自立の精神、そして、まあ、誠実な心でなんかまあ頑張ろうぜ的な。発表していきましょう。はい、まずじゃあ頑固さんから。あ、わかりました。はい、こうかなと思いました。難儀力学。ああ、これです。力学むずいです。力学はむずいっていう。ああ、わかりました。答えはございます。心技力説。これしか思いつきませんでした。心技力説とは。はい、僕は、こちらですね、ゆで卵さん。三技力強く前へ。
ああもうね、枠を飛び越えて、枠を飛び越えてね、まあ力強く前は合ってるよ、合ってますよ、合ってますよ、正直。いや全然するかもしれない、一番合ってるよね、なんならこれ今。それでは行きましょうか。はいはい、答えはですね、純義欲行でございます。この言葉はですね、自主自立を重んじてみんながまあ勉強おのおのめいめい頑張れといった意味で作られた言葉でございます。まあまあ私もですね、そういった自主自立の精神をね、まあ鍛えに鍛え抜いた結果今現在こうなっているという感じでございます。まあ絶好が生んだ慣れの果てでございます。そんな私ですけども、これからもねよろしくお願いいたします。はい、ということで、全員不正解。家業変化活用じゃないんかね。家業変化活用、空ね、空空入ってました、空入ってた。はい、はい、では、続いての問題はこちら。はい、いやなんか全然コンクリートでね、何もない場所に来てしまいました。全く何もないですね。うわぁ、何あれ、何あれ、何あれ、ショッピングモール、キョショッピーがいます。キョショッピー PRREI です。はい、これはですね、ピエリというね、我ら滋賀県民が誇る生ける俳句として有名なショッピングモールでございます。実はですね、このピエリもうね、オープンして10年ほど経つんですけれども、その前はある王国が築かれていたと言われております。そして私もかつてはその王国の1日だけね、民であったこともあります。さあ果たしてその王国の名前とは何だったでしょうか。はい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 、もういけるよね、もういけるね、これ。はいはい、行きましょうか。いやー、はい、本当に、はい、行きましょうか。はい、行きますよ、僕。本当にね、こいつが何回も言うんですこいつが何回も言うんですわ。一斉で見てるじゃん。はい、行きます。一斉どうで、はい、ビワンコワンワン王国。はい、VTR どうぞ。はい、VTR どうぞ。というわけで正解は、はいはいはい、ある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 あ。しかしね、湖西線というのはですね、電車の本数がとても少なくて30分に1本しか電車が来ませんでした。そこでね、電車に遅れないように花輪少年はこの帰りの通学路である工夫をして帰りました。それでは問題です。私花輪がですね、帰り道に工夫していたある秘策とは何でしょうか。少ない電車に乗るために花輪君が自炊してたから。おお、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、ちなみにですね、普通に歩くとですね、大体最寄り駅、その宝来駅というんですけど、はい、大体15分。はい、中学校から宝来駅までね。はい、それでは皆さんかけたということで。はい。はいはい、オープンしてください。はい、はい、俺の答えはこちら。木の上に登って、うん、遠くまで電車見て、あと何分で来るなーみたいなのやってた。おー、あー、ちゃんとやってるね、ちゃんと、はい、ちゃんとこれありそうですね。そんなんやったら行けよという。確かに、お前じゃあ歩けよって話で。私の答えはこれです。近くのイオンで泣きながら宿題。電車に間に合うって目的じゃなかったでしたっけ。まあまあいいから、時間がちょっと余ってるなって分かったんですよ。分かったんで、まあこういうことをね、して、なるほど。あ、だから時間を調整したってことですね。はい、そうですね。なるほど。根本、お前あの付近にイオンあると思ってんの。でもこれでも、花輪さんから聞いた話なんで、多分合ってると思うんですよね。僕はこれ多分合ってると思います。はい。電車に乗るために早退してた。あー。これちゃうかな。これ、先生に言わずに書いてます。こそっと書いてます。こそっとしれっといなくなる。なるほどなるほど。まあ確かに花輪少年だとやりかねない。あ、そうです、やりかねない。はい、それではデスロットところで見てみましょう。はい、それでは答えどうぞ。というわけで、正解は走るでした。なんだそれ。はい、あぁ、あボッシュトーン。なんかなんだ。でも、真面目だったんだね。早退せずに間に合わせると頑張って走ったんだ。一応ね、終わりましたみたいな、終わりの回みたいなのがあって、ちょっと待って、ちゃんと終わった瞬間にダッシュで帰る。なんか近江神宮とかの問題に比べて質がさ、そうなんですよ。マジで